どうも、お茶です。2023年公開の超特報がとうとう解禁されましたね。公式さんのリバイバル上映からの切り替えの速さに驚いているわけなんですけど、超特報には新音、灰原に呼びかけるコナン、原作複数枚、愛ちゃんが沈み助けを求めている映像、そして来年のタイトルの一部が公開されました。そこで今回は2023年公開の映画のタイトルを考察していきたいと思います。タイトルが全て判明する日はおそらく本誌再開の11月30日水曜日か12月7日水曜日のどちらかになると思われるんですけど、特に11月30日が怪しい気がします。1号なのでタイトルだけでなくティザーやあらすじなども解禁されると思われます。タイトルヒントに関しては以前青山先生がプレイしてらっしゃる集まれ動物の森にてカタカナ2文字のヒントを明かしてくれており、それはく〇〇の〇ぶ〇〇〇で、今回解禁された超特報では最初の文字が黒という漢字であることが確定しています。さらによく見ると右側はうっすら何かの文字が見えます。これらを踏まえて考察していきたいと思います。まずタイトルの左側から考察していきたいと思います。最初の漢字が黒ということが確定しているので、候補でいくと黒金とかクローズの可能性が高いと思われます。仮にクローズだとすれば黒イコールカラスなので、黒の組織の映画にはぴったりなのかなと思います。クローズの渦も水に関係した単語ということで、クローズは普通にありそうですよね。他の候補を挙げるなら黒潮とか国会とかが入ってきそうです。次に右側なんですけど、久しぶりの当て字になると思われます。水に関係するものであれば潜水艦という意味を持つサブマリンになってくるし、お酒に関係するものだと杯という意味を持つゴブレット、再び来るという意味を持つ再会に焦点が当たるならレブナントになると思われます。個人的には青山先生が公式アプリで潜水艦と発言されていたし、今回海を強調させてきているのでサブマリンでほぼ確定でいいんじゃないかなと思います。そして漢字の部分は超特報でもあるように最後の文字がうっすら見えかけていました。僕は影という漢字に見えたんですけど、皆さんはどうですかね。潜水艇の手の字ならぼかしても影に見えないこともない気がするんですけど、最後の文字は漢字の部首の山作りのようなものがちらっと見えたので、こちらは影で確定でいいんじゃないかなと思います。そうなってくると怪しいのは幻影とか陰影、面影あたりが候補に入ってきそうです。ちなみに2007年に公開された紺碧のジョリーロジャーは棺と書いてジョリーロジャーだったので、漢字と読み方が直接関係しない場合も存在します。つまり潜水艦イコールサブマリンではない可能性も出てきます。そうなると面影という漢字も分かれていくものを思い切れない気持ちが残るという意味なので、現在の愛ちゃんの心情とも一致しているような感じがします。個人的には黒の組織に巻き込まれている愛ちゃんイコールクローズ、そして面影は灰原の気持ちを表している文字ということで、灰原の気持ち、つまりクローズのサブマリン、そうなると意味合い的にも合いそうな感じがします。他にも予想はたくさんあると思うので、ぜひ皆さんの予想をコメントしていってください。ということで今回は以上になるんですけど、いよいよ来年公開の映画の情報が出てくる時期に近づいてきたので待ちきれないですね。チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。